スビアドマムサフルディアは、ソ連のグルジアの政治家、作家、文学者、ミングレル経営である。民主的に選出された最初のグルジア大統領だが、独裁者とも評される。1965年から、教会の活動に参加し、トビリシの塩に教会会議議員となった。1970年代初めから、 グルジア作家連盟会員。1974年から、モスクワの人権擁護家と関係を維持し、人権擁護解放、現行の事件記録に、グルジア国内の事件を定期的に掲載した。同年、グルジア人権擁護、イニシアチブグループを創設。国際アムネスティ、ソビエイトグループ会員。1975年5月から、 グルジア語の文学雑誌、オクロス・サツミ氏の編集長。1976年から、メラブ・コスタワと共同でもう一つのグルジア語雑誌、サカルト・ベロス・モアンベを発行。1976年1月から、グルジア・ヘルシンキグループ会員。1977年4月7日、コスタワと共に逮捕され、1978年夏、ダゲスタンに2年間追放の刑を宣告される。 1979年6月、特赦。帰国後、グルジア科学アカデミー・グルジア文学研究所で、専任科学職員として働く。1988年から1991年、聖イリア・プラベドヌイ協会共同議長、円卓自由グルジアブロックの指導者。1990年11月から、グルジア最高会議議長。 1991年5月26日初代のグルジア大統領に選出される。民主派、改革派として政治的経歴を重ねたガムサフルディアであったが、政権掌握後は次第に独裁的な政治手法に終始し、野党からは独裁者と非難を浴びた。1992年1月6日、クーデターによりグルジアから追放され、チェチェン・イチケリア共和国へ亡命した。 1993年9月に帰国したが、同年12月31日、グルジア西部のサメグレロで死亡。死亡時の状況については、詳細がよくわかっていないが、遺体は頭部に2発の銃弾が命中した状態で、発見された。暗殺や自殺、さらには、戦闘に巻き込まれて死亡したなど、いくつかの説がある。後に、チェチェンの首都グロズヌイに埋葬された。しかし、 その後始まったチェチェン戦争によって、ガムサフルディアの墓は紛失し、行方がわからなくなっていたが、2007年に墓の場所が明らかになり、遺体は検死の後に、改装のため、グルジアに運ばれた。改装式は、トビリシュの教会で行われ、当時の大統領ミヘール・サーカシュビリア多くの市民が参列した。ガムサフルディアの最後をテーマにした。 ヒブラムラという映画が制作され、日本の岩波ホールで2017年に公開された。エドゥアルド・シェワルナゼ政権では独裁者だったとして、否定的に評価されていたが、近年、グルジアを分裂から救おうとしたナショナリストとして、名誉回復されている。大統領経験者で、自身も強硬なグルジアナショナリストとして知られる、サーカシュビリも、立派な政治家であり、愛国者だったと称賛している。 大統領在任中には、トビリシの幹線道路に、ガムサフルディアの名を冠したり、シェワルナ是正喧嘩で拘束されていた、ガムサフルディアの支持者32人を釈放したりしている。父は著名な文学者コンスタンティネ・ガムサフルディア。最大、三次を有した、トビリシ大学西欧言語学部を卒業。哲学科学博士。ありがとうございます。